おまけのめんこ。ちょっと待って、早く言ってください。言ってください、言ってください。え、いや言うのかなと思って。俺はちょっと前から気づいたんだよ。勝ちたパターンでいくとこれはかなりやばいの。こいつこのためにも用意したのかなと思って。おまけのめんこですね。はい、略して、おまけのめんこ略して、おまこ。あー、はい、微妙。おまこです。はい、おまけのめんこ、おまこ、はい。じゃあそれで、うん、踏みとどまったか、言ってから気づくかどっちかなと思った。ちょっと俺の空気で気づいちゃった。言わない、言わない、はい。ということで今度のターゲットは、うん、まずミニオンファイター、うん、ミニオンファイターには沈んでもらいます。ミニオンファイター、ミニオンファイターと、はい、これわかる、うん、あ、ランドだよね、ランド、ランドね、うんうん、ランドを、うん、はい、うさぎちゃん、あ、セラムーン、セラムーン、うさぎちゃん、うん、そしてさっきも言ってたイオナちゃん、イオナちゃんだ、イオナちゃん、うん、最後、はい、ドドリアさん。ドドリアさん。さあ、はい、この5つをかけて、ね、対戦、フォーゲーマー編集部代表オレッチと、よーし、やってやろうじゃねえか、パワーの梶田で対戦してもらおうかなって。さっきは負けたが、もはやコツをつかんだ俺に資格はない。じゃあ先行後攻決めっか、うん、あ、ちょっと待てよ、俺さっき負けた理由としてこれちょっとこっちより、こっちよりだったセンターが、センターがずれてるんだよ、センターずれてたから、ね、うん、ね、フィールドがやっぱ公平じゃないよな、バトルフィールドがね。よし、最初はグー、じゃんけんぽい、じゃあ先行や。お、見ててね、研究してたんでね。ほいよ、お前のような若造には負けねえぞ。じゃあ僕ドドリアさん狙うんで。なってないな。腕の振りがまだ初心者なんでね。うん、初めて。俺ら下町育ちとは違うからな。俺らもう何年やってると思ってる。2時間ぐらい。たまにはこういうこともある。カジダ1戦目遊ぶからね。そう、カジダ1戦目遊ぶ。1投目遊ぶから。あ、でもすごい、でもね、パワー、うん、そう、行きそう、でもパワーはいいよ、パワーはいい。若さに任せたプレイやね、若さに任せたプレイ。今のなんなってことが、まだまだパワー先行してる。イオナちゃん狙ってね。おー、来た来た来た、いや、今美しいね、美しい、パーンスパーンだからね、ランドをゲット。中村さんが言ってたあの色、そうそうそう、張り付いて一緒に帰るやつ、うん、じゃあ当てた方がいい、当てた方がいいかもしれない。当たらないのよ。そんな簡単、そんな簡単じゃないの。思った以上に難しい。学べ学べ若者よ。ガン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 ゲットして、ミニオンファイターゲット。ミニオンファイターまで取られたよ。覚醒を始めた。優しい。おー、でも、でも悪くない、なんかそんな感じです、ね、パワーじゃないのかな、めんこって、うん、だってそもそも子供がやってるはずですよね。まあ俺らよりパワーないはずだからね。まだまだパワーが足りなすぎてもダメ。いや、むずい、難しいぞ。ちょっとどっちもちょっとなんかダメな感じになってきてるけど。あ、うわ、惜しい惜しい。やっぱフィールドのね、あのデコボコ具合によって変わるんでね。なるほど、うん。あ、あ、いったいったいった、ドドリア、ドドリア持ってった、ドドリアさん1ポイント、ドドリア持ってかれたか。クイックアタックやってみようと思って。何が違うの？気づかれる前みたいな。気づかれる前みたいなこと。クイックアタック。すぐ来る。あ、惜しい惜しい。封印した大技を使いますね。ひどいな。これは、ね、難点として狙いがね、狙いそうなのよ、うん、大振りがダメなのよ、うん、
まず標準を合わせて、うん、こう角度の計算を緻密にな。カシャ君は多分イーブンにしたいんだろうね。分かっちゃいました俺のこの駆け引き、うん、俺っちとね、俺っちとイーブンになりたいからわざと外してるから。ああなるほどね。やまあ惜しいな。ちくしょう。ちょっとあの泥仕合がすごいしょっぱい試合なんですけども。ああ惜しい。あとあの中村さん言ってたよな、トミー・ジョン、これ必要なの。肘がね、ちょっと肘くるのよ。そう、深いが結構かかる。投げ方かな。腰入れて、あっ、いった。カイさんの勝ち。これは俺の勝ちだな。これ思ったんですけれども、面子をこうやって雑多にぶちまいて、大量にこのヒットポイントがあった方が、爽快感はあるのかもしれないですね。ひっくり返るかそれ。ほら、おお、すごい。一気にいくこれ。一気に4ポイント。これ楽しいですね。そういう遊びもある。うん、確かに。だからこの小さいやつってやっぱ遠くになったんかもしれないですね。叩かないやつだ、ね。叩かないで。でこのでかいので実際勝負するという。そういう、うん、そういうセットだったんだね。そういうセットだったんですね。俺面後正しい遊び方が分かったところでね、皆さんもぜひ流行らせてください。周りで和尺の TV 発動ゲームです。今度作るかグッズで。面後作りますか。ありいいですね。売れそうですね。多分ムイク嫌な顔する。売れるわけねえだろうって顔する。面後の生産ラインあるかな。持ってるかな。はい。